村神様という言葉を作っていただいたファンの皆様、そしてそれを取り上げていただいたメディアの皆様に大変感謝しております。2022 UCAN 新語・流行語年間大賞は村神様。おめでとうございます。おめでとうございます。年間大賞を受賞した気持ちを打球に例えるとどんな当たりなんでしょうか。気持ちは、ホームランですけど、はい、みんな僕のこの言葉を知ってるのかなとちょっと不安な気持ちは。今日の夢はどんな夢でしょう。海に落ちる夢を見ました。いや、これから見る夢。ああ、これから見る夢。今朝の夢ではなく今日の夢。これから見る夢はどんな夢になるかなということ。海に落ちる夢見たんですか。今日、はい、そうですね。熊本の海。いや、ちょっと違います。知らんけど国葬儀。小屋から行きます。はい、はい、ヤクルトマンさんありがとうございます。このポーズでちゃんと頑張ってください。はい、笑顔で入ります。はい、はい、新語・流行語選考委員特別賞は青春ってすごく密なので。